皆さんこんにちは、おさきです。そしておさきの弟です。はい、ということでこの間イギリスに行ってきた時に気になったお土産をたくさん買ってきたので、弟とサクサク紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでサクサク紹介していきたいと思います。まずこの大きいやつ、大きいのから。これはチョコレートかな。開けてみたいと思います。あ、なんかすごい甘い匂いする。本当だ。あ、すごい。ガチャガチャみたいな。すごい。こんな感じでいっぱい入ってます。うわじゃあちょっとこれ弟に食べてもらいたいと思います。はい、じゃあ弟感想を。普通のチョコです。はい、じゃあ次を紹介していきたいと思います。チュッパチャップスのピザって書いてあるやつです。これもお菓子系かな。ちょっと開けてみたいと思います。おお、すごい。こんな感じのちょっとグミかな。多分グミかもしれない。じゃあこれお家帰ったら食べます。はい、じゃあ次がこれ。これは何なのかわからなかったので気になったので買ってみました。はい、なので弟と開封していきたいと思います。お、弟と一個ずつ開けていきたいと思います。これなんか卵型になっているので、はい、で、こんなで割れ目があるのでここを割るのかな。あ、シャカシャカなってる。ちょっと開けます。お、開いた。お、お、お、なに、かわいい。これ名前はい、なにこれ、開かない。開かない。開けてあげよう。これなんなの。なんかピンクの、なんなんだろう。これなんかの動物ですね。ピンクの可愛いちっちゃい動物が入ってます。あ、全部違う。カト。おお、はい。あ、これはワンちゃんかな。犬かも。ウサギっぽい。あ、ウサギか。ウサギだね。これ入ってるもの全部違うっぽいです。可愛い。そんな感じです。食べてみて。チョコかどうか弟に食べてもらいます。プラスチックです。プラスチックです。ごめんなさい。これなんか羽毛っぽいので開け方間違えたらごめんなさい。説明が英語で読めなかったのですいません。すいません。はい、じゃあ次。じゃあこれかな。あ、スクイーズ。ミニコーンのスクイーズです。これほっぺがハートになっているのがまた可愛いです。すごいふわふわしてる。本当だ。ふわふわしてる。気持ちいいね。すごい。あ、ほら全然全然戻らない。低反発のスクイーズです。はい、じゃあ次。はい、次はこれ。なにこれ。ポニーって書いてある卵型のやつです。ちょっと開けてみたいと思います。またなんか人形みたいなのが入ってるのかな。お、え、なにこれ。なにこれ。ゲームみたいなのが、あとお菓子も入ってます。ゲームみたいな、なんなんだこれ。あ、すごい。これがお菓子。え、すごい。ほんとだ。あ、あとシールも入ってます。こんな感じの可愛いシールが。これは何なんだろう。あ、これ本型になっていて真っ白なのでメモ帳なのかな。メモ帳として使える感じかもしれないです。あ、でもそれ役立つ。はい、次は、はい、これなんかバナナのお菓子。あ、あ、え、なんか水みたいな。いや、ちょっと似てるかな。が、なにこれ。バナナジュースかな。ちょっと弟に食べてもらいたいと思います。あ、あ、ここがスプレーになってるんです。多分バナナ味だと思います。バナナ味なのかな。ちょっと弟に食べてもらいます。はい、はい。じゃ何味か予想してみて。バナナでしょ。よし、バナナで。あ、酸っぱいバナナ。酸っぱいバナナ。美味しい。うん、美味しい。本当に酸っぱいけど美味しいです。酸っぱいバナナの味がするらしいです。はい、次、はい、次はこんな感じ。お、ヤンヤンスケボーみたいな。ヤンヤン、ヤンヤンって書いてあるチョコレートに棒をつけて食べるお菓子になってるみたいです。はい、次。このうわっ、目玉です。チョコレートなのかな。怖い怖い。普通のチョコレートで食べてみます、はい。なんかシャキシャキしてて、シャキシャキ、アーモンドみたいなのが入ってる。はい、次は、なにこれ。また目玉の骸骨のお菓子かな。あ、あ、あ、飴だ。この黄色いボタンを押すと
マーが割れて飴が出てくる仕組みです。チュッパチャップスとかでもさせると思うのでいいです。次、ワンちゃんのお菓子かな、ラムネになってます。はい、じゃあ次はこれ、何これ、なんだろう、あ、パウダーみたいな、なんかドリンクみたいなのがここら辺にあるので多分水に混ぜるのかな。これもまた水に入れジュースになるやつなのかな。何味か、なんか赤い飴にパウダーがこれついてるんですよ。弟に食べさせます。バクはないけど、あ、なんか苦い。苦い。次はこれでラストです。ラスト歯ブラシです。これ電動歯ブラシになっているみたいです。これがミニオンとスパイダーマンと、これは妹用に買って、これが弟で、これが私の、はい、かわいい、かわいい、はい、はい、ということでお土産紹介を終わりたいと思います。またどっか行ったらこういう風にお土産を紹介していきたいと思うので楽しみにしててください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。